皆さんどうもピーマンドです。今回下克上ペナント実況4回目は今季初対決ロッテ戦をプレイしていくからね。ここまで楽天戦ソフトバンク戦とプレイしてきて6戦やって1勝しか勝ててません。下克上を起こすどころか厳しい現実を見せつけられてるというね。2軍選手は1軍選手の力の前では何もできない、負けることしかできないというね、悲しすぎるペナント実況になってるわけでも、不思議と絶望感はそこにあまりないんだよね。なぜかというと得点取れてる時は取れますからね。で守れる時も守れてるから、それがうまく噛み合ってないからここまで6戦負けてるってだけで、これが噛み合い出すと非常に明るい未来が待ってるよ。まあこの1年のうちに噛み合うかどうかは知らんけどもね。でもやるしかないからさ。ここまでロッテはわりかし勝ってる球団ですけども、今季初の勝ち越し目指して頑張ってやっていきましょう。まずは1戦目ということになりますね。相手先発は唐川、ベストオーダーはこんな感じ。まあこのオーダーでよくここまで勝ててるなって印象ですけどもね。まあ少ない試合数ですからね、なんとでも言えるよ。今日の先発は大林、君に決めた、あげたばかりの男になりますね。斉藤佑樹さんがいきなり大炎上ノックアウトしちゃったのでね、この男あげるしかなかったんだよ。好投に期待だよ。で2戦目藤波、3戦目山口という、こういうローテーションでロッテ戦やるのがいいんじゃないですかね。打ってはね、今日はどうしようかな。平沢守備はいいんだがね、打つ方ではちょっとあれだからさ、今日北条行こうかな。君に決めた、英語氏の打順を5番にしてみようかな。それ以外に関しては変えることはないでしょうね。はい、このベストオーダーで OK だ。1戦目はチームがチャンスピンチになるとプレイしていきたいと思いますのでね、守って打って勝ちましょう。それができてないからね。さあ今季1回戦目の戦いになるわけだからね、ぶっちゃけ戦力的に見たらそこまで大差はないよ、このロッテとはね。順位には今大きな差が空いてますけどね、戦力的には意外にもこっちの方が上と言ってもいいかもしれないからさ。ほらね、このようにすぐチャンスは作れるんだから、そこから攻めきれないのがうちの弱さでもあるんだが、ここはどうだ、ライトフライ、甘い嫉妬野郎にね、強振でやっときゃよかったわ。ミート打ちにするからだよバカ野郎かー。いきなり得点のチャンス逃した。まあでも1回から得点のチャンス作れるやつは2回3回4回と作れるはずだからね、作られたのはこっちですけど、いきなりピンチかい。踏ん張りどころね、いきなり失点するようじゃダメ。大丈夫、よく止めた、今ビッグプレーだ、さすがやね。フルスロッテにこのプレーか、やるじゃないか。いや今ちょっと後悔してるんじゃないかな。ああ出すんじゃなかったね、遅いよ。まあつってもピンチは広がってるけどね。あいど真ん中に嫉妬を投げるバカ、どこのドイツだい、あたいだよ西岡澄子か、久しぶりに聞いた。はい、軽く失点だね。大丈夫ですか。いや大丈夫じゃないんですよ、逃げたい現実がそこにあるね。何が噛み合えば強くなる、未来は明るく明るいや、絶望しかねえよ未来はね。勘弁してくださいよ、ほんと初回から試合を決めるわけにはいかんぞお前。とりあえずまだ1点だからね、そんな悲観的にならなくてもいいかな。なるわ。はい、2点目かな。あいやー大丈夫、大丈夫じゃない、楽しくない野球だね、すげえやめて。さらに捕まりまくってんな。オム林もボロボロかい。まあ巨人からね、人的保障でいなくなるのは納得なピッチャーだ。まあそもそもここ数年間優秀な成績は残してなかったからね、だからだ、人的保障で選ばれたんだね。うーわもうちょっと勘弁してよ、本当に何にも面白くないわ本当。こんなペナントやるんじゃなかったっていう思いしかないよ、これから頑張ろうなんて一つも思ってないからね。やめて、早く別のペナント始めようかしら。なかったことにしてね、いたでしょそんなジャンプのキャラクターね、なかったことにできるやつ。俺もその能力明日手に入れてくるわ。なかったことにしてやる、みんなの記憶からこのペナント消してやる。あ、もう止まらないね。チャンス来いよ。全然1回以降何もできてないじゃないか、このチーム。ほんでさらに失点許すし。なんだこれ、チャンス来い。よし、来たね。ここで行きましょう。勝つんだぞ、バカ野郎。こっからの逆転劇見せてやる。下克上ってそういうことやからね。今、こういう状況なんだよ。この試合だけじゃなくて、このペナントがね、圧倒的に負けている。未来は明るくない。しかし、ここは自らのせいで明るい。未来を手に入れることをしていかなければならないのに無様に空振るやつ。ファック言う、帰れよ。明るくない、終わり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 、次次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 、はい 7-0 負けや。
ボッコボコです。力の前に何もできず、ロッテにも何もできないチームってみんなどう思う？もう J リーグみたいに降格制にしろよって思ってるでしょ。 J2 行けバカ野郎とね、落ちるべきだよ。ま、一戦目負けただけやからポジティブ行こうぜ。あのポジティブってすんげー大切で、気持ちまでね地の底に落ちたらもう本当にやれないので、このシリーズね、次勝てばいい、そしてまたその次も勝てばいい、そういうこと。いや、ここから藤波山口というローテーションになりますから、この2人はやっぱ能力的にものすごくいいですから、かなり期待はできるよ。少なくとも先ほどのゲームになることは間違いなくない、この藤波が投げるゲームではね。打っては北条が調子いいのか、なら今日も北条起用でいこうかな。平沢もいいんだけどね。うわー、江越北条と阪神組が調子いいな。いや、この男たちをちょっとクリーンアップで使うっていうのありじゃない？いや、もうなんなら4番で使ってもいいけどね。このチームまだ本塁打っていうのは誰一人として出てないからね。今日ちょっと出そうだね。北条と江越、どっちもパワーが持ち味の選手ですからね。さあ、次の試合はですね、どうプレイしていくか。まあ、引き続きチャンスピンチでしょうね。そして調子のいいバッター、江越に注目してみようかな。一発狙いのバッティングで。まあ、パワーが武器の選手ですから、ミートはないからね。一撃打ちましょう。そして勝ちましょう。次こそ。さあ、行くぞ。初回からチャンス。いいね。ノーアウトランナー二塁。一郎が出塁。さあ、これを無駄にしてはならないぞ、川崎。一郎が出たんならお前も打つ。憧れだけで終わるな。憧れはバットとして結果を残せ。ダメだよ。結果残せない川崎をこれ以上2番で使おうとは思わないんで、ね。ここは何でもいい、ゴロでも何でもいい、進塁弾だ。よしよし、十分十分十分、こういう結果でいいんだよ。ここはね、まず1点入れる。おい、でギリギリじゃないか。内野安打もあったかもしれないね。もう少しショートの動きが遅ければ、倉本ならあったかもね。最高。いや、ここももう何でもいいよ、ゴロでいい。前進守備できてないので、その間の1点、まず点を取ることだ。先制点ね。先制点取ったゲームっていうのはそんなないですから。アイス、ヒットという最高な形やね。まず1点言ったら今日は勝ちに行くっていうね。絶対勝つよ、当たり前だよ。逃さん、今日の1試合逃しちゃダメだ。さあ、江越、今日の注目選手、絶好調だからね。このチーム初本塁打っていうのは今日の江越か北条どっちかで出そうな感じはある。出るでしょうね。投げました。はい、出ましたね。言ったそばからようやく俺たちの時間が動き出した。スリーランホームラン。2軍ペナント初ホームランはやはり江越でした。ポポポポー、もらったもらった、絶対もらった。このゲーム落としたら本当俺もこのペナントここでやめます。でも落とすことないので絶対もらいます。初回から4点だよ。見事やり返したね。さっきロッテにやられたんだけど、まあロッテには2回にやられたんだけどね。まあ4点で取られましたから。おい、さらにチャンスは広がった。もらうつったろ、まだまだ打つぞ。ほい、甘い甘い甘い。5点目もらったね。ほうほうほう、楽なゲームで先発藤波やからね。さあ、イチロー、このイチローのヒットから始まったからね。言ったでしょ、こういうのがあるからこのチームあまり絶望感はないというね。ほんと取るとき取るから、前回のソフトバンク戦も同じ。取るときは取れる、しかし噛み合わないからここまで負けてきたんだよ。投手が頑張ってるときに野手が打たないとかね、野手が頑張ってるときに投手が炎上してるという。いや、大丈夫だよ、本当もう大丈夫だ。さあ、もうこれは楽なゲームっすよ。はい、どうだこの打球は。打球は伸びて伸びて落ちる。今落下地点入れてなかったか。なんで落としたし、エゴしないっすな。で、藤波2回にピンチか。まあでも大丈夫、大丈夫じゃないじゃん。おお、まあ、いか、ちょっと勘弁して、なんでここで失投投げたし。ちょっと待てよ、お前、2回に3失点。いや、まだ点差はあるからいいんだけどもね。うわぁ、ほんで、お前、その後も捕まってんじゃねえか。ボロボロやんけ、もうやらんよ、当たり前だよ。このゲーム、まだ勝ったとは言い難いな。むしろ、ここから、相手が始まるかもしれないね。俺たちも始まった結果3、6点取るだけどね。油断はならないよ。まだまだ打ち続けましょう。ほら、来た来た来た。今日の江越は神ってる一日だよ。打球は伸びねえわ、そんなね。行ったと思ったんだけどな。5回終わって、あの1回以降、点が取れてない状況が続いてるね。うわー、で、さらに失点許してるし。藤波、あかんで。ほんと、今日負けたらもう明日ないからね。ほんと、ここで終わるわ。この1試合で終わる。これ負けたらもう希望はまるでない。絶対抑えてくれ。藤波だから余裕とか言ってた俺、どこ行ったんだよ、もう余裕がね今。いや、
や全然わからないよこの先。ほんと逆転されても驚きはないね、負けても驚きはないよ。むしろ雰囲気的には負けかもしれないっていうし、もう5失点、援護が全て無駄になってんじゃねえかよお前。あと1点取られたらもうそれが無になる。でまた打たれてるし、もうやっぱ2軍だわな、役に立たねえ。いや藤浪だからとかいうそういう余裕はないよこのチームに。も藤浪も初戦は2軍の選手なんだよ、訳があって2軍にいるんだからね。ひどいよ。いやもうピッチャー早急に変えないとね。6点取ったらなんで先発が5失点炎上するんだよ、おかしいだろこれよ。噛み合わなさすぎるわ、一致団結しろっつってんだろお前。賢い野球をしてくれよいい加減ね。何点でも取ってやる今日は。よし抜けていく、ナイス。細川4番として最高のバッティングだね、これを求めてるんだよこの男ね。素晴らしい、点差は広がった。今日は打って勝つしかないよ、ピッチャーを信用して勝てるゲームではない。そもそも2軍レベルのやつ何が信頼だバカ野郎、そんな甘い世界じゃねえだ。最後しまだまだ取る、あー終わったな。まあでもこのイニングでまた点差は広げられたからね、1点差より2点差、2点差より3点差だ。広がれば広がるほどこっちはいい。あーもうピッチャー変えますよ、このまま藤浪いたらただの自滅行為なんてね、変えなきゃダメよ。誰で行く、久保ですねここは。頼むよ、よし頼むから踏ん張れ、もういらん。あーいいね、さらん得点入ったね。どうしようかな、これ久保のまんまで OK かな、いける久保、あいけますね。うん、まあ、先発もできるピッチャーですから全然体力的には余裕って感じか。さあ残る2イニングも何事もなく置いてほしいけどね。なんで楽なゲームなはずなの、こんなキリキリ前な感じで俺はやってるんだろう今日の1日。またサラン入ったね、もう打線は完全に動き出してるわ、始まってるね。さあ最終回、おかしくない、うん、あのね最終回になんでこのピンチ招くわけ、ノーアウトランナー1、2塁をお願いしますよ。いや何も起こらないから最後までグダグダな野球やめろって、すぐ終わるんだぞ俺たちは。あテーマすぐ終わることですから、俺早い男として有名なんでね、いろいろと早い、早く終わらせましょう。まあまあここはもうまず一つ、いいですよぶっちゃけ点取られてもね、点差はあるので。さあ井口、まあもう引退した選手ですよね、ただ引退試合で劇的なホームランっていうのがありましたけどね、井口のそういう怖さはありますが、まあここでは奇跡なんて起こささない、まだまだシーズン始まったばっかり、引退するわけでもないしね。いやいやもうここの1点はしゃあないですから、もう点取られてもいいですから、あこの点差は守り抜くという、それが大切。はいゲームセット、ロッテ戦初勝利、もう気持ちはなんかモヤモヤ、期待してた藤浪がこれやからね、まあ、結果藤浪のあと失点したのは1点のみですけどね、その藤浪が5失点ですよ。いやもう打線爆発よくやってくれたね、本当野手としてのここまで動いてなかった時間が動き始め、投手では動いてた時間が止まったような気がしたね。藤浪勝利も全然褒められた一日ではないですよ、ホームランも江越と杉山と北条に生まれる、やはりね今日の1試合はそういうゲームですので、ホームラン出そうな感じがたくさんありましたから。いやもう打線はこのペナント初めての10得点2桁得点超えましたからね、あもう素晴らしい、爆発中の爆発、大爆発ですよ。ただ1試合で終わっちゃダメですからね、これを思い出にしちゃダメよ、これから継続して続けてやること、それが大事ですからね。さあロッテ3戦目、うわー先発涌井か、怖いなー、まあまあまあどうだろうね、先の爆発力を涌井さん相手にも見せられたらいいが、今日先発は山口です。この男も能力的にはいいですから、ただその良かった藤浪が打たれたんで不安しかないけどもね。じゃあ最後はチャンスピンチ&今日は北条、調子のいい北条に注目してもらいたいと思います。江越同様この男も先ほどホームラン打ちましたからね、行きましょう。涌井さん相手でもやることはやっていかないとね、強き者に負けて弱き者に勝つ、下克上でも何でもないからね、強き者に勝ち弱き者にも勝つ、それが下克上だよ、弱き者が強き者に立ち向かって勝つ、その様をこのペナントで見せようとしてるんだから、いい選手かもしれんが涌井さんを打って勝つしかないんだからね、点取るのはこっちであってほしいんだが、山口さん初回からピンチっていうのは早いっすね、あんたも藤浪同様燃えてくれんなよ、頼むから絶対燃えちゃダメだ、少なくとも今日は先制点は相手に与えてはならない。取れ川崎ビッグプレイ、最高、このプレーだけでもう一郎と1、2番確定だね、共に一郎とずっと過ごしていけ、フォーエバー川崎だ。
さあピンチが続く場面でいいぞ。今のは救われたんだけど、その後のバッターに打たれたら意味がない。イチローは取れない。飛びつくんじゃなくてジャンプしないとね。うわ今間違ったな。いやジャンプしてたね。もう取れたかどうか分かんない高さだよ。完全頭の上でしたからね。川崎のビッグプレー虚しくその後打たれて失点じゃ意味ねえだろ。結局そういう部分なんだよな。ワンプレーいいプレー出てもその後打たれたら意味がない。俺がそういうこと多いんだよ。いいプレーは出ました、でも結局打たれて全部意味がないですみたいなね。やばい、連打連打だよ。もう山口もこうやって打たれんのか。期待してたピッチャーがボロボロじゃねえか。うわーこれどうだ。うわー松井和夫は取れない。頭抱えるわ。今取れないか。本職は外野の選手じゃない。今の松井和夫も外野ですけどもね。うわ取ってたら神だったね。結果取らなかったので神でも何でもないが、お前先制点やっちゃダメだと言った流れからなんで3失点許してんだよ。ホームラン打たれたわけじゃねえぞお前。立て続けに打たれてんだよ。ホームラン打たれるよりもダメージ残るわ。もう勘弁してくれよ本当。一回勝って終わっちゃダメだろうに。いやもう取り返すしかないんだからね。さあチームは1点取り返しましたね。いいぞ。これまたエゴシあたりにホームラン出たんじゃないかな。まあ、ホームランでおそらく取った1点だと思いますので、素晴らしいよ。いや取られたら取り返す、そういう野球もしていこうよ。何も3点取られたからはい終わりじゃないよ。3点取られた時だからこそやるんだ、見せつけるんだ。逆転の野球っていうのはやっぱ盛り上がるからね。そういう野球をしていこう。テーマは盛り上がる野球だよ。逆転できるチームが強いんだからね。センターオーバーはないな。荻野が追いつく。また守備範囲も広い選手ですからね。スペって早くどっか行ってくれよ。どうせ1年フルシーズンで戦えない選手だからね。それは分かってない。まだ残っとるからね。さあこれで一つ、山口は2回続けて打たれるか。ロッテ打線に捕まるような人間は他の試合には登板させたくないけど、それ以外にいないからね。これね、今助っ人外国人野手の選手探してるんだけど、投手の選手探した方がいいかもしれないね。投手がクソやわ。でここでもダメだし、守備で見せても打撃で見せなきゃ意味がないんだよな。ここで打てない選手いらねえんだよ。もうアウトランナー一塁三塁からなんで点が入らねえんだよ。これはどうだ、抜けないか。追いつくね。チャンスは来てるがそこから点が入らん。さあ5回またピンチや。もうこれやばいな。このピンチはまずいっすね。ほんでまたスタミナギリギリという、ああ4失点。もうまたも失点です。点差は広がり3点差ひっくり返さないとダメな展開になったからね。ほい来た。この打球は伸びろー。キャー、これは狭いとこじゃ入ってる。そういう打球だよ。もうフェンスできんねよ。もう神宮並み下げろやフェンス。クソが、そういうとこずるいわ。まあ相手も同じ条件ですけどね。くっそー。いやいや、まあチャンスは作れてるからね。結果ホームランじゃなかったけど、続けて打てばいい。打てないから投げてる。ダメだこれ、チャンスが来ない。来るのはピンチだ。お腹いっぱいのピンチね。もう味わえないよっていうピンチばかりが来る。ロッテ打線にこれだけ捕まるやつ。今日は結果4点で済んでるだけで被安打自体見たらかなり打たれてますからね。さあイチローの肩と勝負するか。どうだ。あー余裕のセーフだ。前世紀のイチローであればね、分からなかったけど、衰えたイチローでさせないか。はい、そのままゲームセットですね。初回に取られた失点からのその後取ることもできず負けてしまう。結局涌井さんを攻略することはできなかった。結局このロッテ戦も1勝2敗で終わるというね。あの勢いどこに行ったっていう感じの敗北。まぐれの1試合、いやこういう感じじゃないかな。3試合に1回なんか勝てるみたいなね。さあ、なんか見つけてきましたよ、助っ人外国人ファインズですね。いやでもね、そんな慌てて取るようでもないからね。今野手の方では
結構打ってる選手ばっかりですし、まあ一応どんな選手なのかっていうのを見ていきましょう。このチーム初の助っ人外国人を見つけてきましたのでね、ぶっちゃけ野手はそんないらないかな。6000ポイント必要なわけか。今あるのが1、10、100、1000、万、10万、10万ポイントありますからね。うん、まあ安く手に入れられるよ。弾道3でパワーは B。 ただミートが分かんないから怖いが、まあでも打率から見る限りミート能力はそこまで低い感じはしないけどね。守備能力のなさはもう終わってるけどもね。取る安いし取ってもいいと思う。いや助っ人外国人の力必要でしょうね。ファインズ取りましょう。うん、安いですしね。さあ、ただどういう選手なのかっていうの分かんないからね、実際来る選手はまた違う可能性があるんでね、能力を確認していかないとね。初の助っ人外国人ファインズの能力は、うーわー、もう典型的なやつですわ。もうね、よく助っ人外国人にいるタイプ。ミート F の37でよく2割8分打てたな、別のリーグとはいえね。まあでも固め打ちついてるからこれはいいね。お祭り男はぶっちゃけいらない。三振もついてんのが残念。いやもうなんかロッテにいそうというか、まんまパラデスさんじゃね、これね。右打ちのパラデスって言ってもいいでしょう。かー、まあ、取っちゃったもんはしゃあないね。安かったし、まあやっぱパワーがあるっていうのは魅力ですからね。はい、どうしようかな。早速一軍で使っていこうかな。ドベーシ今一塁手で使ってんだけど、そのドベーシが3割1分3厘ですからね。まあ先ほどから言ってる通り、慌てて使う必要はないかなと思います。一応取るだけ取ったっていう感じですからね。まあ、同盟主がダメになった時にやればいいでしょうね。さあ、次回戦う相手は西武戦ということになりますね。ここまで全く勝てずに苦しんでいる。結局今回も1勝2敗で終わりましたからね。ただ、あの2戦目の爆発力、あれ見ちゃったらやっぱ希望しかないでしょう。まあ、ほんと今回は投手の悪さもあり、こういう結果にはなったけども、しゃあない。それはそれや。次回もっと頑張っていい結果を残していけばええだけの話やからさ。はい、次回の西武戦こそ今季初の勝ち越し目指してやっていきたいと思います。なんだってまだ9試合しか終わってないんだからね。そんな暗くなる必要もないでしょう。明るい未来が待ってることを信じて引き続きプレイしていきましょう。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググググバイ、またもう。